イエーイ。私の母53歳と私とゆいちゃん3人で修学旅行します。コロナさようなら。ゆいにお誕生日プレゼントをプレゼントします。 Happy birthday to you。 ありがとう。もっと喜んで。うわあ、もう超かわいい、超かわいい。ディズニーリゾートの福袋、福袋だろ。福袋ではなかった、間違った。結構使い込んだ感じの。そう、使い古した福袋。福袋じゃない。開封動画です。もしや一つ目でで。え、絶対喜ぶじゃん。え、めっちゃ可愛くない？ねえ、ねえ、めっちゃ可愛くない？え、欲しかった？欲しかった、欲しかったでしょ。欲しかったよね、絶対絶対欲しかった。めちゃめちゃ欲しかった、ね、めちゃめちゃ欲しかった、ね、めちゃめちゃ欲しかった、ね、上海ディズニーのやつなの。刺繍がめちゃめちゃ可愛い。嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しい。マジで嬉しい。最近カチューシャなんてね、カチューシャで何本あってもいいからね。ね、うちらでこれつけて遊ぼう。今日だって修学旅行だから、街にまたディズニー行くんでしょ。そう、今日ディズニーなの。もう一個あるの。もう一個見て。マジで、うん、めっちゃ可愛いよ、マジで。あ、これかな。そう。え、なんだと思う？え、なんだろう。めっちゃ髪の毛挟まってる。これ嘘。大丈夫そう。嘘、髪の毛ついてた。ごめんなさい。メルカリだったら絶対悪い評価食らうね、これ。いや、ついちゃうよ。絶対、低評価ついちゃう。ごめんなさい。やばくない？めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。え？可愛いでしょ？え、ていうかさ、マジで、ポーチ欲しかったの、マジで。え、そう。え、リアル。だって本当に変なね。変なんじゃないけど、なんだっけ、スイマーの、スイマーのちょっとポーチ使ったの。あ、25歳、スイマー。え？なんか素敵な音楽流れた、急に。ディズニーかも。魔法かけたのか。うん。で、中も。スイマー使ってんだ。わーお、かわいい。スイマーのポーチ25歳にもなって使ってるから。いいね、ランクアップしたね。でも間違いないから、ちょっとあんまり入んないから。でも、最近荷物少ない。あ、そうなの。理系女子目指してるから。そう、いつも物多いから。モテるよ、絶対。荷物少ない方が。その年後、うん、めっちゃ好きなんだよね。てか海の生き物が好き。やったじゃん。魚になりな。裏側めっちゃ紫、めっちゃ可愛い。やったね、可愛い。わーお。わー、ママがコンビニからなんか買ってきた。やったー。どっちでもいいよ。どっちでもいいよ。いいの？うん、いいよいいよ。はい、オッケー。イエーイ。先生、今日どこ行くの？先生。ノーザンホースパークに行きたいと思います。ディズニーってこと？そうそうそう、そう、イエーイ。ディズニーでジンギスカンを食べようと思って。イエーイ。ねえ、これからディズニー行く予定だったのに雷雨、急に雨降ってきた。で、これ前まで一応行くか。一応行ってみる。ワンデーパス。ディズニーしか勝たん。テレレテレテレレテテレレレテレレ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 レテ。さっきまでめっちゃ雨降ってたのに嘘のように晴れました。信じられない、すごい。ジャングルクルーズ。私はアラビアータを頼んだんですけど、こんな感じでパンもついてきました。いや、冷たかった。もういい？やだ。ゆいは日本人らしくお蕎麦を食べるらしいです。日本人らしく。意気込みは？意気込みかもです。アラビアータ。私の母はとんかつ、とんかつ、とんかつ、いただきます。
美脚足がいいな。おめめが可愛い。うん。ラーメンドラグーン。